やってみてください。できそう、面白いでしょ。めっちゃ面白いです。いかがです、でもこの機械、率直な。そうです ね、パワーがすごい強い感じがする。この前のやつだったらば、今やってみたら表面体にこの上の太さが使えるだったら、やっぱりあの伸びてくるのも少ない寄せたりとか、もしくは抜かれ目にはまった時に、あれでね、これアタッチメント本体でやんなくていいので。なるほど。この刃、もっともっとこれ尖ってるんですよね。もっと角が立って、これもう丸くなって、これ3年目の刃なんで気持ちいいです。もっと本当は角が立ってで、これ豚の形は爪なんですけど、本当に木なんかだけやるんだったらば、カンナ爪の方が、カンナみたいな、のみみたいな刃があるんですよ、うん、それの方がやっぱり繊維とかはかなり早く変わります、ね。刃交換するとか、じゃあこれを一個交換する。いや、このボルトだけで、ここだけで取り替える。ここだけで。これでここだけ取り替える。ボルト1本です。ボルト1本取ります。これだったら全然ね、それないので。これで3年とか。3年です。だいぶでもこれも減っちゃってますけど、もっと本当は角あるんですよ。これでも結構石叩いてるのをしてるので、それでも減らない。もう一個刃があるんですね、タイプが。種類ですね。カンナみたいな刃、飲みみたいな刃があるんですけど、今うちにはコンマ2サイズのこれがあるんです。これが刃が違うんですけど、大体あのいわゆる木であれば10分ぐらいで全部、あの本当のチップみたいな全部感じます。こうなんかもっとこうなんかこう大の大きなるね。もうじゃあ今日からカモシカ爪ってことで、よかったです言ってくれて。めいめいカモシカ爪。豚爪はもうこれやめます。もう豚爪はやめよう。自分を締めるより嫌なんですよ。めちゃすめてしまう。昼間さ、その不安定だから、ちょっとこっち行こう。
でも小野寺さんより上手ですよ。俺より上手だ、やばい。プロっぽいもん。俺下手くそだったな。ちょっとやる気は間違ったな、俺。あれ結構すごかった。あれすごいですよ、両方は。ありがとうございます。ただやっぱり消耗を考えれば全然、うん、毎回、ね、あの外してハート磨いてとかっていうのを考えれば、うん、全然私はいいと思います、うん。